どうも、トラジローです。今回は、創造シリーズの仮面ライダーエボル。これを塗装して仕上げていきたいと思います。クロスアーマーと、アクションボディ2箱で完成するタイプですね。こちらアクションボディセットで、ラビットフォームの頭部と肩が付属しているようですね。はい。では、開けていきます。クロスアーマーセットはこんな感じで。で、アクションボディセットですね。こんな感じですね。では、袋を開けていきます。中身はこんな感じですね。で、付属のシールはこんな感じで。エボルさん、細かい模様が多いので、ちょっとシールは多めですね。で、頭部は、ラビットフォームの頭部ですね。こんな感じで。では、ちょっとクロスアーマーを装着してみます。はい。仮面ライダーエボル。金と青と赤の、まあ、ほぼ3色ですね。大まかに塗り分けされてます。で、これがラビットフォームのパーツで、ちょっと取り付けてみたいと思います。仮面ライダーエボル、ラビットフォームですね。頭と肩がシンプルなので、だいぶスマートに見えますね。では、塗装していきます。だいたいエアブラシで塗装して、細かい部分は筆塗りという感じで仕上げていきますね。これは上半身のパーツ。で、メタルブルーにゴールドのラインを筆で入れてますね。はい、こんな感じで。で、腰のパーツですね。これを黒で、まず下地を塗ってから、マスキングして、メタルブルーで塗装。で、またマスキングをして、メタルレッドで塗装をして、またマスキングをして、最後ゴールドで塗装してますね。マスキングを剥がすと、こんな感じで。続いて、太もものパーツですね。これもマスキングをして、メタルレッドで塗装して、ゴールドの部分を筆塗りで塗装してますね。こんな感じで塗り分けてます。これは足首のパーツですね。これもマスキング。メタリックレッドでゴールド入れてます。はい、こんな感じですね。で、スネのパーツはまずメタルブルーで全部塗装してからマスキングをして、ゴールドで塗装してます。はい、こんな感じで塗り分けができました。はい、ふくらはぎのパーツもこんな感じで、塗り分けてます。で、腕のパーツですね。これはメタリックブルーを塗ってからもゴールドは全部筆塗りで塗装して、赤い丸い部分だけマスキングをして、塗り分けてますね。で、これは胸のパーツで、これもメタルブルーで塗装してから、大まかにマスキングをして、メタリックレッドで塗装。こんな感じで塗り分けたら、あとは筆塗りですね。ゴールドの部分は全部筆で塗ってます。で、背中のアーマーも、メタルブルーを塗って、レッドで塗って、で、あともう、マスキングは細かすぎるんで、もう筆塗りで塗ってます。肩アーマーのパーツも、メタルブルーだけ塗って、ゴールドを塗装して、あともう、全部筆塗りですね。ちょっとエボルさん、細かい塗り分けが多すぎるんで、もうほとんど後半の方は、筆塗りでゴールド塗装してますね。で、ベルトも筆塗りでちょこっと塗装してから、あとはもう付属のシールを貼り付けてますね。こんな感じで。で、これ頭のパーツですね。これも他と同様に、エアブラシでメタルブルーとレッドを塗ってから、
ゴールの部分は筆塗りで塗装してます。はい、こんな感じですね。で、目の部分はちょっとしっかり塗り分けたかったんで、またマスキングをして、シルバーを塗ってからクリアレッドで重ね塗りしてますね。マスキングを剥がすとこんな感じで結構綺麗に塗り分けできたと思います。で、おでこのところはもうシールを貼ってますね。で、最後に、パーツ全体に光沢トップコートを吹いてから、組み立てていきますね。はい、これで完成です。では完成したエボルさんを見ていきましょう。仮面ライダーエボル、コブラフォームですね。メタルレッドの部分ですけど、ちょっと濃いめなイメージだったんで暗めの色にしたんですけど、だいぶ濃くなった感じですね。まあ、悪者感が増したんで個人的にはいいかなと思ってます。ゴールドの部分はもうほぼ筆塗りですね。はい、ではちょっと動かしてみます。肩がごついのと胸アーマーのとことちょっと干渉して左腕は上がりにくい感じですね。で、襟がごついので頭もどうかなと思ったんですけど、問題なく動きますね。下半身の方は、まあ、特に問題なく動きそうですね。ではちょっと動きを持たせてみたいと思います。スチームプレートですね。個人的にこの逆手持ちがかっこいいと思ってます。はい、こんな感じで、で、ついでにトランスチームガムちょっと持たせてみます。ネビュラスチームガムがいいかなと思ったんですけど、ちょっとこれしかなかったんで、まあこんな感じでよく決まりますね。では初期のエボルト、ブラッド・スタークと並べてみたいと思います。スタークもだいぶ好きなデザインなんですけど、エボルがゴージャスすぎるのでだいぶシンプルに見えますね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。